ゲクリムゾンアークできていたと思います。今日はですね、ついにセンターリリースまでもう少しというところで、コミュニティクランチでついにシャスタサウルスのサドルの全容が公開されました。かなり新しい形の、サドルであったり生物になるっていうのがシャスタサウルス出てるので、それをみんなとね、今日は見ていきたいなというところで、早速本日も来ていってみましょう。それでは1つ目、クランチ、2つ目、シャスタサウルス、そして最後にまとめという形でやっていきたいと思います。で、まず1つ目にね、今回ですね、コミュニティクランチですね、週に1回の運営から僕らユーザーに向けての情報共有の場、ニュースのね、アークニュースの場なんだけど、このタイミングでシャスタサウルス、ついにサドルがこんな感じだよっていうのが画像付きでですね、公開されました。で、これですね、正直かなり賛否両論あると思います。がっかりしたっていう人もいると思うし、しょうがないでしょう、このぐらいの形になるのはしょうがないよねとか、ちゃんとよく実装したみたいな形の話も出ると思うし、ここはね、正直かなり賛否両論になると思う。というのも、かなり前段階の話とは違った形になってしまってるから、正直シャスタサウルスの前の話ねのファソラスクスであったり、あとはギガントラプトルっていう恐竜選挙で選ばれた恐竜たちって、結構その肩透かしのような形で、ちょっと以前の提案段階の状況よりあまりに大きく変化しすぎているっていう形で、これ恐竜選挙何だったのみたいな ASE の頃と違って、かなり弱体化というか制限を設けられて、ファソラに関しては全く新しい生物になって実装されてますけどっていうね、そういった、前歴があっての、そういった形になるかもしれないんだけど、とりあえず今回はシャスタサウルスのサドルについてかなり前評判というか提案段階より変わっている部分が大きいので、そこをみんなとね、共有していきたいなというふうに思いますので、早速これシャスターやっていきたいと思います。正直ね、最初とはかなり変わってるので、結構ね、思ってたのと違うっていうのはあるんですけど、とりあえず結論ね、こういう形になったというので、それを見てもらいましょう。でですね、これが今回コミュニティクランチで公開された、映像なんですけど、これどういう画像というか、なんていうかな、視点になるかっていうと、今手前のプレイヤーがいる、なんていうの、水族館みたいな場所っていうのはシャスタサウルスのサドルの中です。で、ガラスの向こうに見えるのがこれですね、ここら辺、このシャスタサウルスとかここら辺の乗り物で、これがサドルになってるので、上のシャスタサウルスになんかバンドが巻かれて、その下に真空室みたいなものがぶら下げられてるっていうのが、新しいシャスタサウルスのサドルになってるっていうところですね。この下の、テリジノサウルスいるよねみたいな感じで、ここで多分プレイヤーが操作してるよねっていう、操縦桿握ってるよねっていうのが、今回の新しいシャスタの、サドルという形になってますので、前回というかその元々の提案段階で言うと、このシャスタがいるじゃん、シャスタの上にその甲板みたいなのがあって、そこが通常の水面に浮いてる時は船みたいな感じ、戦艦みたいな形になって、で潜るとそのテックフィールドみたいなのがバーってなって潜水艦モードになるみたいなっていうね、そういった提案の、内容だったんだけど、でそれで採用されたんだけど、残念ながらそれが技術的に無理だから、下に真空室をつける形でサドルとして実装しましたという形で、技術的に上にね、その甲板みたいな形で、サドルって大体さ、恐竜の上につけるじゃん、乗るじゃん。でそこをプラットフォーム化して、でそこをですね、戦艦の甲板にしてみたいなのが、できなかったと。でそこから沈んだら、フィールドができて水が入らなくて潜水艦モードになるみたいなのが、技術的にちょっと難しかったというのが、あったので、第一に潜水艦を優先したみたいな感じになった。ここら辺にさ、ドードーとか、パラサウロロフスとかいるんだけど、右下の方に、ここら辺の形っていうのか、一応そのサドルの中から見た画像っていう形になってますね。でポイントとしてはミサイル発射してますミサイルを発射してるんだよね。このなんか多分これがなんか発射管かな。でここら辺とかミサイルが当たってドーンってなってたりするから、なので、こういったねミサイルを発射できる潜水艦みたいな形になってるっていうのが今回の大きなシャスタサウルスの変更点というか、サドルとして上について戦艦と潜水艦両用できたような形から、完全に下についてもう潜水艦ですっていうような形になりましたというのが今回の大きな、ポイントとしてはあるので、ここがですね非常に、その賛否両論ねあるかなっていうところになってきて、これはまだ実装してないから分かんないんだけど、その前例として、例えばここにいるね、ギガントラプトルとかもだいぶそのなんていうかな、やらなくても別に大丈夫なような制限をあえて設けているみたいなのがあるんですね。なので結構その弱体化っていうのが実は ASA になって、 ASE の頃では、前の旧アーク1ねではあまり見られなかったようなものが結構起きてるんだよね。もちろん今までも以前の ASE の頃、旧アーク1の時ももちろんね提案恐竜とかはいて、でちょっとそれはさすがにチートだよねっていう能力はカットされたり確かにしていたこともあったんだけど、あからさまに全体的に能力が制限されたり、あとはファソラとかはなんか全然提案段階とは全く違うものになってるっていうのがあったりするので、そこら辺考えると、結構ですね何て言うんだろうな、だいぶ違うものになってたり、その違うものにするのはいいんだけど、制限とか弱体化っていうのがどうしても前例として、結構多めにある、多くあると言っていいと思うんだけど、そういう状況なので、そこら辺がですね、ちょっとね、これこんなに変わるんだったらもしかしてっていう風にはなったりもすると思うし、であとはこれじゃない感っていうのは正直もともとの提案段階を知ってる人からすると、あれこれちょっとなんかそういう感じなみたいな、ちょっと思ってたのとだいぶ違うよねっていうね、感じる人もいるよねって、さっき言ったのはこういう話なんだよね。でさらに言うと、もちろんね、よくこの難しい中で、実践してくれたというか実装してくれたっていう話も出ると思うし、そもそもこういうサドルって全く今までなかったから、でコミュニティクランチの中でも言われてるんだよね、全く新しいパターンというか新しい仕組みを使って挑戦的に作りましたみたいな話があるので、かなり面白いサドルっていうのは間違いないと思うし、実際ね普通にミサイルとかぶち込めてるからめちゃくちゃ面白そうではあるので、海暴れ回れてめっちゃおもろそうやんっていうのはね大前提としてあるので、そこはねもちろん俺もねすげえ楽しみだし、結局じゃあどんな感じになるんだろうみたいな、でレベルとかどのレベルで解放するんだろうとか、テックサドルなのかなどうなのかなとかいろいろ考えちゃったりもするから、そこら辺でね結構俺も楽しみな部分はあるんだけど、その反面ね、いやーなんかだいぶ変わったなみたいなっていうね、これじゃない感みたいなのもちょっと感じる部分ももちろんあるので、そこら辺は難しいとこだよねっていうところで、ここは人の感じ方それぞれだよね。正直楽しみで面白そうっていうのはあるけど、もともと見せられていたおもちゃっていうのが、だいぶ違うので、であれば結構早めに言っといた方がこれは良かったんじゃないかなっていうふうに思うよね。一回さ、そのスコーチダースの前にセンターを出す出さないの話で、ただちょっと技術的にシャスター出すの難しいんだよねみたいな話あったじゃん。多分あの時すでにもう結構難しい無理だよねみたいな話は多分出てたと思うから、サドル的な話でね。なのでそこを考えるとやっぱりね、もうちょっと早く言っといた方が良かったんじゃないかなっていうのは正直思ったりもするので、ちょっとね言うのが相変わらず遅いかなっていうか、ちょっと逆にさ、なんかセンターを1回出そうとして出さなかったっていうタイミングがあったから、そのタイミングにさ言ってればよかった話じゃん。その別に確定的なことは言わなくていいよ。そのなんかサドルが作れませんみたいな話ではなくて、かなりサドルが難しいので、もしかしたらこれが現実が難しくて別の形でアプローチをサドルするかもしれませんみたいなことを言っとくだけでもさ、ちょっと印象違うじゃんなのでそういうとこ相変わらずちょっとあーくん下手くそだなって思ったりは正直する。それ言うだけでもだいぶそのねクッションにはなるから、そのイメージ的にはね。なので急にさリリース間際にもうあと残り2週間ぐらいで、まあ、2週間ないぐらいかで出るのに結構新しい感じですっていうので出しちゃうっていうのと、まあ、やっぱりねいろいろ賛否両論になっちゃう部分があるから、まあ、そこはねもうちょっとね、まあ、結論シャスタ面白そうだからちょっともったいないよねって思っちゃった。普通にね面白そうだったからっていうところもね俺は感じたかな。なので、まあ、結論技術的にもともとの提案段階であった上に、まあ、そのサドルというかプラットフォームをつけて、まあ、今までの通常のねいろんな恐竜たちと同じような形で背中がいろいろねできる場所、まあ、甲板にしたり水中に潜ったらフィールドがついてで水中でもなんか真空室みたいになれるみたいなのがあるんだけど、ちょっとそこら辺が、まあ、大きく変わって、まあ、そのなんていうんですか、その真空室自体がもう下にくっついちゃったみたいな感じの、まあ、中身になっちゃったっていう風な形ですね。このさ真空室あるじゃん、これをなんかもう下にドンってくっつけちゃったみたいなベルトでっていうようなサドルになったと。まあ、たださそのサドルに関してもさかなりでかかったから、そのなんていうのこうテリジノが普通にバコって入ってるし、あとはその普通にさこのパラさんとか、あとはどう、まあ、このパラさんはちょっと、まあ、ちっちゃいけどサイズ感的に多分これ子供なのか分かんないけど、まあ、堂々とかも入ってていろんなねなんていうかな中型ぐらいの恐竜だったら余裕で入るみたいな感じでかなり中は広そうっていうのがあるから、本当に水中拠点として結構大きめなエリアをここで確保できるんじゃないかなっていう感じ。魚雷もぶち込めるしっていう形にはなってるよね。なので、まあ、そういった新しいシャスタサウルスという形にはなってるけど、まあテックサドルの匂いがかなりするからボス討伐後の報酬かなっていう風にはなんかちょっと思ったりもするけど、どうなんだろうね、分かんない。まあかなりテック風味な形はあるし、ミサイルもね撃てるから、これミサイルってどうするんだろうね、どこで作ってどういうアイテムで実装されるんだろうねっていうのはあったりもするので、まあ、ここら辺とかも結構ね、なんか楽しみというか気になったりはするよねっていう形ですね。まあ、なのでかなり大きく以前の提案段階のやつとは変わったっていうことですね。であとはね、なんか特殊能力とかこういう攻撃があるとかこういう性能があるとかっていうのがおそらくなんか新しくなってる可能性も結構するんじゃないかなっていうふうに思ってるので、もうほぼゼロベースで、まあ一から新しいねこういう恐竜でこういう性能がありますっていうのをまあなんか来るんじゃないかなっていうふうに思ってるぐらいの今のところのレベルではあるので、そういう感じのまあ新しいねなんか恐竜の実装みたいな感じになるんじゃないかなっていうふうに思っているかな今のところは。なのでもうここまでサドルも変わるんだったら能力とかも結構変わってくるんじゃないのかなっていう風に感じたりもするかな。まあ、ファソラスクスとかもさ結局さサイズ感的にそもそもちっちゃいっていうのもさ提案段階よりもあったりするから、提案段階では普通にロックエレと張り合ったり、あとはデスワームのライバルっていう立ち位置で実装されたんだけど、まあ、実際問題結構ねマイルドな感じの調整でかなり小さくなってたりもするしっていうところもあるから、結構ねその提案段階よりかはいろいろね変わった点っていうのが結局まあ恐竜多いので提案恐竜ね選挙でのなので、まあ、ここら辺がどこまでどうなるかっていうのが結構気になったりはする。で課金恐竜のさオアシサウルスですら結構能力が何て言うんだろうな、だいぶ小規模というかこじんまりというか、まあ、ちょっと若干お金出した割にはがっかり感みたいなのもあったりするから、まあ、そこら辺で最近の傾向として、まあ、なんかテームとかは面倒くさくなる一方なんだけど、その恐竜ががっつり強いとか面白いとか有能とかそういったものがちょっと若干欠けてるっていうところもあるから、すごいこじんまりとした形で、いやだったらそこまで頑張って捕まえたり厳選したり維持したりっていうのが、まあ、ちょっとまあ別にそこまでいっかなみたいなっていう恐竜が結構多かったりもするから、そこら辺でねちょっとねどうなるかは分かんないかな。まあちょっとねテイムとかが難しくなる一方で、まあ、難しくっていう表現悪いな、めんどくさいって言った方が正しいな一方で能力とかが弱体化とか制限されてるっていうのが多かったりするから、まあ、そのクライオポットの弱体化に始まって、なんか ASA 謎になんかね変な調整が多いんだよね。普通に ASE のね旧アーク1の頃からずっと恐竜戦艦やってるけど、まあ、さっきも言ったけど同じように、まあ、なんかその恐竜の能力をカットするみたいな部分的なカットである程度再現性高く実装するとかではなくて、もう運営の手が入りすぎてて結構別物になってるっていうのがほとんどなのね。っていうので、しかもその強くなったり別の能力で代替しているとかではなくて、完全になんか普通に弱体化してなんか微妙な感じになってるっていうね、ちょっと肩透かし感が強いっていう部分があったりするので、そこら辺にならないようなのはちょっと望むかな。まあ、変になんていうの、そのこじんまりとしたスケールが小さくなっただけの形で実装されるのは、まあ、結構微妙かなっていう風な形ではありますね。もうなんかね、結構新恐竜の調整が、まあ、PVP とかもあるかもしんないけど、だいぶちょっと中途半端だったり、だいぶちょっと微妙な感じだったりもするので、まあ、もうちょっとなんかあってもいいかなっていうような形も俺的にはまあ思ったりするかな。もうちょっとなんか強くするでもいいし、特徴出すでもいいし、まあ、ギガントラプトルとかもう本当に制限かけられまくってるから、能力に対して。でまあ結局まあじゃあジェネシス2になってメイウィング出たらどうすんのっていう、もう立場ないよねっていうような能力なのね。なので、まあ、そこら辺を考えるとまあっていう形にはなっちゃったりするかな。まあ、赤ちゃん探す能力とかはメイウィングないけど、まあ、別にっていう感じにはちょっと正直なっちゃうよねっていうのはあるので、まあ、そこら辺でなかなかね難しいところとかもあるので、まあ、いろんな調整の元でっていうところあるかもしれないんだけど、まあちょっと難しいよねっていうのがあるから、そこら辺の流れに引っ張られてシャスタも変にこじんまりしてほしくないなっていうのは強く思うかな。まあ、ここら辺はね、まあ、いろいろみんなも感想はあると思うんだけど、まあ、ぜひねコメントでいろいろね教えてほしいかなっていうふうには思うかな。まあ、俺的にはやっぱねさっきも言った通りオアシ含め、まあ、結構ねいろんな新恐竜たちっていうのはまあ、だいぶその肩透かし感はあったよねみたいなのはあるかなっていうところはある。まあ、別にそのチートにしてバキバキにやばい恐竜作れっていう話ではないんだけど、その前評判とか提案段階とかいろいろ話が出ている中で多分一番下振れで来てる能力とかなんていうの性能とかが。なので、まあ、結構それだとまあ、別にまあ悪くはないんだけど楽しい部分ももちろんあるんだけど。まあちょっと期待外れ感がっかり感っていうのは否めないよねっていうのは正直あるかなっていうところではあるから、まあかといって別に楽しくないかって言われると別にそれはそれで楽しいから新しい恐竜だからね文句の多いちょっとユーザーであれなんですけど恐縮なんですがまあ別に新恐竜出る分は楽しいからいいんだけど、まあ、なんだけどいろいろね提案している内容とか元からの話とかとだいぶ乖離があるよねっていうのは正直ちょっと感じちゃうねっていうのはあるから、そこら辺の問題がねちょっとね未だに俺は気になったりはするかなという感じでね、シャスタサウルスだいぶ変わります。かなり変わります。で、まあ、一番変わるとこといえば上から下になった上にプラットフォームみたいにいろいろつくんじゃなくて下に真空室ぶら下げるっていうねパターンになったので、そこがまあ大きく変わった違うとこかなっていうところで、そこに関してはねもうこれっていう仕様になったので、まあ、その中で楽しめればいいかなっていうか、魚雷とかね発射できるっぽいのでめちゃくちゃ楽しそうなんで、まあ、これでね無双していつもねイカダぶっ壊していたユカドン先生をねリードシクティスをしばけたら面白いんじゃないかなとかもあるよね。まあ、ただちょっと怖い点はメッシュしたりなんか1バグでロストしたりとかが、まあ、ちょっと一番怖いかなっていうのは正直ある。まあちょっとアークやってる人だったら、まあ、すぐ想像つくと思うんだけどまあ、プラットフォームサドルではなくて新しい技術で実装したっていう話だから大丈夫かとは思うけど、結局さ、その読み込みがサーバーで遅かったからちょっと突っ込んじゃったり建物にとか、なんかそのまんま水中生物を下のさ、この真空室みたいなサドルの中になんか入っちゃって、間違ってメッシュかなんかで、でそのまま陸上判定で死んだりとか、海洋生物がねっていうのとかも考えられたりもするし、あとは逆にこうなんていうの、地面にこうめり込んで、海底にサドルがめり込んじゃって、そのまま普通にプレイヤーとか中に乗っている恐竜が死ぬとか、メッシュでね、アンチメッシュでもうロストしちゃうとかっていうのも考えられるし、結構その当たり判定とか、そのなんていうの、隙間縫って入ってきちゃうとか、地面にめり込んじゃうとか、いろいろやばそうなのは考えられるから、ちょっとね実装して当初は金庫置いたりとか、なんか本当になくしたらやばい装備持ち込むとかは結構控えた方がいい可能性はあるっていうのは、まあ、やっぱアークずっと長年やってると、あれこれちょっと怖いぞっていうのがちょっとねちらつくから、そこはねみんな気をつけてもらえると嬉しいかなって感じですね。俺も最初は多分ね、あんまり大事なもの持ち込んだりとか、金庫とかもうマジでなくせない恐竜持ってくのはちょっとやんない可能性高いかなっていうのがあるかなので、結構危険が危ない可能性もね、まあ、もちろん作りが良かったら、まあ、ないんだけど、バグ質量保存の法則っていうね、とんでもないね、アインシュタイン先生もびっくりの物理法則があるんで、バグ1個直すと3つ増えるみたいなのがあるから、ちょっとそこら辺はあるんだけど、まあ一応ね気をつけておくことに越したことはないと思うので、まあ、そこら辺はね一応ねちょっとだけ頭に入れておいてもらえると、まあ多少ね不幸を回避できるかもしれないっていう形になるので、まあ、そこら辺はちょっと俺は思ったりしたとか、うわこれちょっとなんかお腹こするみたいな感じで下に入っていったらメッシュとかするのかなとかっていうので、結構ブルっちゃったりしたので、ここはどうなるか、うわ難しいとこやなって思ったっていう感じですね。ということで最後にこれを踏まえてまとめをやっていきたいと思います。でまとめとしては、今回シャスタサウルスがまあセンターにね6月5日に出るっていうのは、ここら辺のリリースに関してはかなりもう大丈夫というね流れです。で問題なのがシャスタサウルスのサドルであったり性能っていうのが新たにまあ発表されて、おそらくテイム方法とか新しい生物概要っていうものは来週再来週出ると思うんだけど、まあ、現時点ではサドルが元々の提案段階の話っていうのが実装が技術的に不可能でしたっていうところからスタートして、じゃあどうするっていうので、真空室をお腹の下にまあベルトみたいなのでシャスタにくっつけて、それをサドルとしますと。でそこが潜水艦として運用できますと。完全にもう戦艦兼潜水艦っていうのから、もう完全に潜水艦のみの性能になりますと。で魚雷とか撃てるっぽいし、中型ぐらいの恐竜だったら余裕でサドルの中に入って海中でなんかいろいろ移動とか運搬とかできるしっていうので、結構ね海洋拠点の一つとしてまあ使えて面白いんじゃないかなっていう部分もあったりする。まあ、サイズ感もめちゃくちゃでかいしね、シャスタでやっぱりセンターの海ってめちゃくちゃ深いから、そういった広さと深さを兼ね備えたセンターの中でめちゃくちゃ面白いと思うから俺は結構期待はしてるけど、まあ、さっきも言った通りバグめり込んでメッシュしてしまったりとか、あとはなんか突っ込んでってアンチメッシュでロストとか恐竜とか自分のねっていうのはかなり危険が危ないので、まあ、ある程度ね最初の方はいきなりね全掛けというかフルベッドというか全ての貴重品を載せたりとかは絶対やめた方がいいと思うよっていうのと、あとはギガントラプトルみたいな感じの弱体化制限付きっていう状況で、結構スケールがちっちゃくなって、まあ、最初の前評判とは違うようなかなりちっちゃい感じで、まあちっちゃいっていうのはスキルとかそういったものがねまあ肩透かしのような形の実装っていうのはできるだけやめてほしいなとは思ったりもする。やっぱりねこれだけロマンがある恐竜ってなかなかいないと思うし、かつセンターって何回も俺言ってるけどジェネリックアイランドみたいなもんなのね。まあそのマップサイズはアイランドの2倍ぐらいあるんだけど、結局中身の恐竜がアイランドだし、でまあその特徴っていう特徴が結構少ないのね。なのでそこら辺を考えるとやっぱり海っていうものは結構キーワードになるし、大きい海を持ってるし、そこをね活用してセンターを尖らせるっていうのではめちゃくちゃ面白いと思うんで、すごくいいと思うので、今回はこのセンターを尖らせるっていう海を活用するシャスタっていうのをねすごくいい感じに使ってほしいなと俺は思ってるので、結構期待はしてるんで、ちょっとね生放送のライフワークのセンター編はここら辺で結構楽しみたいなというふうには思ってますね。なのでね、ちょっとシャスタサウルスマジでいい感じに実装してほしい今日この頃です。まあ戦艦モードと潜水艦モードの併用は難しいっていうのは分かったから、そこはしょうがないと思うから、技術的にね難しいっていうのは分かったので、じゃあねやっぱりいろいろやれることあると思うんですよ。なのでぜひそこら辺含めかなり俺は期待したいなという風な形で、新しいねシャスタの、サドルに関して、ちょっとね今回出たんですけど、期待はしたいなっていうか、センターだし楽しくなりそうなんだけどなっていうね、センターあと一押しあれば楽しくなりそうなマップなんで、そこら辺をね今回は海編で楽しくして、であとはアディションズのさ、海の恐竜とかアーケロンとかも入れちゃって、で今回新たに実装した顔やべえやつとかもいるから、ああいったね恐竜たちをたくさん入れて、でかなりね面白いセンターにしてもらえると俺的には嬉しいなっていうのは思うので、ちょっとねそういったところをちょっと願いたいなというところで、今日はこの辺にしておきたいと思います。ぜひみんなのね感想も聞かせてくれれば嬉しいです。そんな感じでですね、 KTR ゲームでは ARK の動画結構前からいろいろですね ASA の頃から上げてますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価でぜひ応援してください。そんな感じで今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。